もこんにちは。ラジオ2でーす。ということで、本日なんですけれども、ちょっとね、タイトルは多分最近のダイネジョニーについてっていうタイトルになってると思います。そうなんですよ、最近のダイネジョニーどう思う、みんな最近のダイネジョニーについてどう思います。まあ、直近で言うと、格闘技関連の動画を出したりで、あとなんだっけ、歌ってみたとかも出してたかな、確か。とか、あと何出したっけ、私、あ、スナックジョニコとかも出したりしてますが、なんか足りてないと、何かをやってないことあるんじゃないの、ダイネジョニーと思った方いるかもしれません。そうなんですよ、あれをやってないよねっていう話、商品紹介です。まあ、そもそも、商品紹介をやっていく、チャンネルの規模を大きくして、最終的には、もう本当に企業案件をいただいたりとかっていうところをちょっと目標とかにも入れながら、企業案件をいただけるチャンネル、それからまあそのね、企業案件をいただいたら、まあね、紹介、ね、商品紹介、持ち前の商品紹介で、ね、商品をこうね、世に広めていくっていうのが私のスタンスだったはずが、最近はなんと、まあ歌ってみたはね、伸びるんですよ、あれね、140回ぐらい再生されたりして、まあ平均的に再生数が取れるんですよ。しかもまあね、これ ね承認欲求の塊って思われるかもしれないんですけど、正直歌ってみたに関しては、まあ正直言いますね、まあ認められたいっていうほどでもないんですけども、まあ、せっかくちょっと歌うまいってとこありますんで、まあ出すかっていうとこですね。はい、で、あの雑草とか YouTube テーマソングも一応歌って踊ってみたみたいな感じで僕は出してるので、まあ歌ってみた系が最近は多いというのもあるし、格闘技関連も出るとなかなか最近出番のない商品紹介、期待してる方が多いと思うんですけど、もう長らくやってませんでした。まあちょっと謝罪しなきゃいけないなっていうところで、はい、申し訳ございませんでした。ということで、商品紹介ちょっと復活していきたいというのもありますんで、ちょっとね、次回の動画からしっかりやっていきたいと思いますよ。家に帰ったりするとね、結構いっぱい、母親が買ってきてくれたりしてて、結構商品紹介の宝庫なんで、あれは。で、それで言うと最近ね、お金を全然使ってないんですよね、自分。なんでね、ちょっとね、そもそもあんまり、何も買ってなくて、ちょっと、はい。ちょっとね、増えてないっていうのもあったりして、今までだったら結構モバイルバッテリーだったりとか、結構必要なものをバンバン買ってったら紹介していくぐらいのスタンスだったんですけど、最近あんまりちょっとお金を使ってないんで、そうですね、ちょっとあんまり見せたいなっていうのがあったんで、でちょっと今後ね、ゲーミング PC を買おうかなとか思ってたりして、ちょっとゲーム実況もできるし、なんか、まあ、やりたいなっていうか、まあ、今年はちょっとゲームズしっかり動かしたいなっていうのも、視野には入ってるので、そういうのもあって、まあ、そういうのがあると結構動画は何本も作れたりするかなとは思うんですけど、なかなかちょっと商品紹介ができてなかったんで、次回から商品紹介していきますんで、これが多分土曜日の19時に上がってると思いますね。まあ、次の動画多分月曜日に出ると思いますんで、ぜひとも楽しみにしていただきたいと、そう思います。はい、まあね、まあ登録者300人達成してから結構ね、商品紹介はほぼやってなかったんでね、ちょっと結構意外にリクエストが多くて、商品紹介しないんですかっていう、結構来てまして、
それも含めてちょっとガンガンやっていきますね、なるべく。うん。で、最近の目標はね、再生数のね、アベレージを気にしてて、200回ぐらいを取りたいなと、再生数、毎回ね、アベレージで200回ぐらい取りたいなと思ってるので、ちょっと、頑張りたいと思います。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。